女性用の長襦袢、男性用の長襦袢の例襦袢は和服用の下着の一つ。襦袢はポルトガル語の寿番を音社した語で古いイタリア語の義分に由来する。漢字は当て字である。元来は竹の短い半襦袢が使われていた。後に絹製の長襦袢ができた。襦袢をもし下着に分類するならば見せる着,方が正式な着想法とみなされている。 点において、世界の民族衣装の下着の中で、例外的な存在である。長襦袢や半襦袢のもとに着用する肌着。肌に直接触れるものであるため、晒しなどの綿生地で仕立てられるほか、ガーゼやちりめんでできたものもある。筒袖で、襟が細いのが一般的。襟の色は、礼服用の場合は男女とも白。その他の場合は、男性は黒、紺、灰色。 茶色など、女性は赤や薄紅色などが多い。女性用の肌襦袢には、昭和30年代頃からは、袖口がレースのものも出てきている。寒いに用いる肌襦袢もある。左のゲーギと右の舞妓は、裾引きの長着をおはしょりしており、長着の裾の下から長襦袢が見える。肌襦袢と長着の間に着る襦袢形状は長着に似ている。 おくみのような縦襟がついた関西仕立てと、通し襟の関東仕立てとがある。素材は主に木綿やモスリン、ウール、絹。織物の種類としては歯豚へ、昇剣、ちりめんが、夏には朝、織物は、炉が用いられる。着丈で仕立てられているついたけのものと、長木と同様におはしょりができるように、仕立てられているものがある。着用の際には、前もって、襟ぐり部分に、長木や、 全体のコーディネートと調和する色柄の半襟を縫い付けておく。一重合わせの他に合わせの銅らを省いた胴抜け仕立てがある。現在、主に着用されるのはついたけ、胴抜け仕立て、無双袖のもの。現在はこの長襦袢が一般的に使われるが、江戸時代前期頃までは半襦袢が正式な襦袢と考えられていた。もともと長襦袢は遊女の考案によるもので、 遊格で部屋着に近い使い方をしていたものである。富裕な商人も使用したが、釘や武家で着用されることはなかった。柄のあるものが多いが、無地のものも存在する。1915年、夏の普段着姿の女性。半襦袢と腰巻きに帯を締めている。長襦袢よりも着丈が短い襦袢。胴部分がサラしやフランネルでできているため、洗濯がしやすくなっている。通常、 肌襦袢と長襦袢を着用するが、長襦袢の襟になっている。半襦袢一枚を代用として、裾除け、または、捨ててことともに着用する。同じ生地の裾除けと、セットで作られた二部式襦袢様のものは、長襦袢の代用品という意味で、嘘つき襦袢と呼ぶことがある。袖は、殻のついた色布や、ロやモスリンでできた、素材違いが多いが、とも切れや、無地も存在する。 また、レス袖のものも存在する。長襦袢と同じく襟には半襟を縫い付け色を変えることもできる。紐が2本のものと4本のものがある。2本は細身に着こなし、4本はゆったり目に着ることができる。江戸時代前期は長襦袢ではなく、こちらが正式な襦袢と考えられていて、初期の半襦袢は袖のない白地のもので腰巻きと一線で使われていた。戦前は、 西洋伝来の品の多くを和訳し、日本語に当てはめて使っていたことが多いため、シャツも、呪盤と故障されていた面もある袴と呼んでいたのと、同様。ババリョージ、ポルトガル語からの外来語熊本県立大学、2020年12月29日、閲覧。ありがとうございます。